えー、よろしくお願いします。福滝秀明です、えー。今日は、あの、ベネッセアートサイト直島のご紹介をさせていただくということで、あの、ぜひよろしくお願いします。あの、よく、あの、聞かれる質問で、これ、まあ、どういう人がやってるんだっていう話で、あの、質問を受けるんですけども、結構実はですね。あの、いくつかの、あの、組織で連携をしながらやっているっていうのは実情で、例えば、その。あの、ベネッセであれば、ベネッセ賞っていうのはですね、九十。 5年からヴェニスビエンナイと一緒にやっていて、まあ、そういう国際的なアウォードであの対外的な、まあ、海外的な PR をやっていたりであるとかあとは福武財団なんかであればもう少し公益的な美術館運営とかあ,あとは最近はですねアートを使った、えー、と対話型鑑賞ってそういう教育プログラムっていうのをやっていたりしますあとは瀬戸内国際芸術祭の時には、えー、と香川県の実行委員会であったりとか、えー、と小指ネットワークっていうこれあのボランタリー組織ですね こういうういいい組織と一緒に連携をしながらやっているっていうのが実情では、まあ、皆さんご存知の方が多いと思うんですけれどもどういうところで具体的にメインでやっているのかというのはこれ3つの島直島手島犬島というところの島で今、えー、と芸術文化活動をしています。で3年に1回その瀬戸内国際芸術祭っていう時にこのかなり広域な領域で展開をしていて一番東は小豆島ですし一番西の方は伊吹島っていうところで展開をしていて。 で、えー、とちょうど22年に終わりましたので次回が、えー、と来年の25年先ほど万博の話がありましたけれども万博ともいくつかあの連携をしながらやっていこうかなというふうに思ってます。でまあ、今日どんな話でしょうかなというふうに思ったんですけれども一応ちょうど40年ぐらいに今活動がなるのであのこの40年の,あの我々の歴史を少しま時系列に振り返っていきながら皆さんに疑似的にこういうふうな形であの展開をしていったんだと。 でそ,れまあ、それのプロセスにおける気づきであったりとかいろんなコンセプトが立ち上がりましたのでそこら辺をあのシェアしていただけるあさせていただければなというふうに思ってますただなんか事務局の方からですね20分で40年間説明しろって言われたんでもうかなりあの駆け足になりますけれどもあのぜひお付き合いいただければと思いますであのその前にですねちょっと面白いデータがあったんでこれシェアさせていただきたいんですけれどもこれパッと見て何か分かる方がいらっしゃったらもう相当 あのセンスがいいなっていうふうに思うんですけどこれ何かっていうとですねあのスラッシュの左側が、えー、と美術館の数ですね博物館を除いてで右側があの人口10万人あたりの美術館の数になるので、まあ、長野県が一番多くて10万人あたり、えー、5.24ありますとでこのちょっと、まあ、一番下がなんか書くのもちょっとはばかられたんであるんですけどあの大阪ですね <laughs> で、まあ、香川岡山はなかなかいい位置にいるっていう形。 でえっ、ー、と、まあ、参考までにですね直島とか手島犬島あの辺の領域に我々美術館8つ作っているので、まあ、人口10万人あたり、まあ、人口が少ないんですけれども10万人あたり換算すると大体200になります。200になるんで、まあ、長野の40倍ぐらいになりますので相当文化度の高い地域になるのでもし皆さん感性を磨きたいっていう人がいればぜひあの移住していただければ。 あの相当センスのいいあのクリエイティブな人材になるんじゃないのかなというふうに思いますのでぜひお待ちしておりますのでよろししくお願いしますで、えー、と直島の歴史なんですけどもこれが一番最初の始まりで、えー、とこの左側が私の祖父の福家哲彦福竹商店の創業者で右側がえと当時の直島の町長の三宅町長です。で相当二人とも が強いといとうか <laughs>、まあ、写真から分かると思うんですけど <laughs> ただ、まあ、この写真を見る度,あの度にですねやっぱり文化的な活動をしようとすると相当リーダーシップの強い民間のトップと行政のトップが一緒に取り組んでいくっていうのは非常に重要な要素だなというふうに思っています。で当時の,あのこの辺の島の状況っていうのはどういう状況かっていうと、まあ、必ずしもいい状況ではなくて例えばまあ,あの手島なんかでは産業廃棄物の不法投棄があったりとか、まあ、かなり傷んだ 状態でしたでじゃあそういう中でどういうことをやっていこうかっていうふうに、えー、と始めたのが、えー、と最初子供のキャンプ場ですねキャンプ場なので、えーとまあ、アートあんま関係ないですねあんま関係ないんですけれどもただ、まあ、唯一の接点はですねこれキャンプ場全体のあ当時の、あのー、写真なんですけどこの監修自体は、えー、と安藤忠雄さんにやっていただいたっていうのが えと今との接点になりますであと面白いところとしてはこのキャンプ場の名前はですね、えー、と直島国際キャンプ場っていう名前で、まあ、当時からちょっと一丁前に国際ってつけていたっていう、まあ、一応まあそこを最初からグローバルを目指してたんですけど、まあ、ただあのキャンプの子どもとか大人はもう全員日本人なのでちょっと国際色全然なかったんですけれども、まあ、唯一ここのこのパオですねこここれがですね あのモンゴルから輸入したのでこれが国債だったかなっていう <laughs> これぐらいですけれどもこれがあのキャンプ場が始まりになりますであのその後アートの文脈で言うとここの、えー、と国吉康夫っていうのが非常に我々にとっては重要な、えー、とアーティストで、えー、と画家になります岡山出身のアーティストで、えー、とアメリカ美術を変えた日本人って言われていますけれどもこの国吉康夫のコレクションを私の祖父が、えー、と始めて今も続けているんですけれどもまあこういう あの継続的にアートのコレクションアーティストであったりとかアートと対峙をすることによって、まあ、感性が磨かれてきたということはひょっとしたらあるのかなっていうふうには思っています。ここからあの,始まって近代の美術であったりとかあの現代に今進んでできているっているとう状態ですで、えー、とその後に、えー、とこれは89年だったかなあ違う92年ですかね、えー、とベネッセハウスっていうのを作ってこれはですね、まあ、コンセプトが面白くて、えー、とコンセプトはですね えと眠る、違いますあの <laughs> 考える考える眠るですね。なので、まあ、美術、まあえー、と美術館で見て、まあ、感じて思考して考えて疲れたらそのまま寝るっていう形で、えー、と当時はまあ世界で初めて、えー、と泊まれる、まあ、宿泊できる美術館という形で非常にエッジの立ったコンセプトで、えー、と我々展開をしてました。で 中に展示をしているのは当時、えー、と持っていたコレクションでこれはブルース・ナウマンの作品これは杉本さんの作品柳さんの作品という形で、まあ、持っていたコレクションをここに展示をするという形で一番最初をスタートしましたでその後、ですね、えー、とベネッセハウスのオープンから3年後、2年3年後ぐらいにこのアウト・オブ・バウンズ展というのを開催してこれ何かっていうと現代アートっていうのは自然の中でこそその魅力を発揮できるんじゃないかという仮説のもとを展開をしていて ここから今の我々のサイトスペシフィックアートっていうものに今つながってきていてそのサイトスペシフィックアートって何かっていうとまあそのその場所にのために最も意味をなすようなアート作品を作りかつそのアート作品はそこで最も輝きかつその場所の歴史も引っ張り出すとそういうような作品でこれは大竹さんの作品で。 あの当時やっていましたけれどもこの流れで当時、えー、と展示した作品の他の例がこの、えー、と草間さんのカボチャですねこれもやっぱりここにあることによってカボチャの魅力もあの出てきますし瀬戸内海の魅力も引き出すという形のいい例ですでこれ逆にですね仮にここにカボチャがなかったらどうなるのかっていうのがこ,こういう状況ですね、まあ、流されたりはしましたけれどあのただの桟橋ですよね なので、もう普通の海だしあの普通の桟橋だしここが瀬戸内海ということすらもわからないだからそこに対してやっぱりかぼちゃを置くことによってあここはあの瀬戸内海の海なんだとでアート作品も生きるしこのそもそもの自然の魅力もまた引き出すことができるという形でこういうのを我々今あのサイトスペシフィックアートという形でやっています。 で、このあとからいろいろコンセプトを展開していって、えー、と今でも続けているのはあるものを生かしてないものを作るっていうコンセプトでアート作品を作っています。これどういうことかっていうと、まあ、典型的な例はですねこういう古い家屋を、えー、とそのまま現代アーティストに依頼をして新しい、えー、とアートギャラリーにしていくと。で これはまあ面白い点は2つあって1つはもともと美術館とか私有地で展開していたものをより集落の方に入っていくっていうのが1つ面白いポイントとしてやっていてでもう1つはこの家プロジェクトってあんまり話をしてなかったんですけど家プロジェクトのこの家っていうですね家っていう概念を再解釈をして家っていうのは本当に人が住むためのものだけなんでしたっけとでアートが家に住んじゃダメなんでしたっけと。 で逆にアートが住む方が人間が住むより長く住めるんじゃないかってまあそういう形で家っていうものはどういうものかっていうのを再解釈していく過程のプロセスの,あの作品でしたで我々の活動って結構そういう、えっと、本当にそれはそういうものなんだっけっていうのを再定義をしたりする活動っていうのは非常に多いのでそのきっかけとなった作品でもありますねでこれは、えー、と杉本さんの「五王神社」っていうこれ,これも神社ですね、えーと神社 の歴史がどれぐらいか神武、まあ、天皇というと、まあ、2000年ぐらいだと思うんですけれどもおそらくその歴史の中で初めて現代アーティストが、えっと、神社をリノベーションしたという作品になると思います。でこれはですね、えっと、安藤さんが建築をして、えっと、中はジェームス・サレルっていうアーティストの作品の「南寺」っていう作品ですけれどもこれ中はこういう作品で <laughs>。 まあ中に入るとだんだんしばらくすると光が見えるという作品なんですけどこれよくまあ安藤先生も冗談っぽく言っていてこの作品っていうのはまあ感性が少し鈍いとか文化度が低い人をあぶり出す作品だっていう話をされていて <laughs> どういうことかというとですねこれまあよくあのツアーとかでパッと来られるお客さんに多いんですけれども中に入るとあの結構真っ暗なんですよね。 でこれ見えるまで体感時間としては結構長い時間かかるのでパッと暗いんで入ってすぐ出ちゃってもう真っ暗だから何もないじゃないかと。で,何もないんでお金返せみたたいなクレームまにあるんですよねでそういうお客さんホイホイみたいな感じ <laughs> で安藤先生冗談っぽくお話をされたりするんですけどもそういう作品です。 で、その後にですね、スタンダードてまた3年後ぐらいにやりましてこれはもう少し集落を広げて、えー、と活動したんですけどもこれはですねのれんプロジェクトって結構面白いプロジェクトで何かっていうとその染色家の方鹿野さんっていう染色家の方と一緒にこの、えー、と実際の島民と話をしてこの,のれんをアート作品として作るんですけれどもこれを各家の抜きにかけていくとでそうするとこの作品のれん自体の作品なんですけれどもこの 作品に住民の方が参加をしていくっていう形になるのでいわゆるその住民のの生活自体がアートの一部ににななっっっててていいいくう作品になっていますでこの結構面白いのはんか今5 6 0件ぐらいもう今も続いてるんですけども過去あ,のあるんですけれども,も個人的にはその喧嘩な,ないのなんないのかなと思って、まあ、あっちの方がかっこいいじゃないかみたいな。 でなんないのかなって話をしたら結構ですねもう染色館方丁寧にインタビューをしてその家に合ったデザインを作ってるので皆さんなんか自分のがやっぱり一番と思ってるので非常にあの平和なあの結果になってるので少し安心をしてますで、えー、とこっちはその後ですね地中美術また3年後ぐらいに地中美術館っていうのがあのできてますこれは全部地中に埋まっているので、まあ、まさに、えー、と建築とアートと自然が一体化をしているという。 これまあモネですねで中に入っている作品でいうとウォーター・デ・マリア、えー、これタレルですねジェームス・タレルでこの辺も、えー、と非常に、まあ、あの自然建築アートが一体化しているっていうだけではなくてこれはこの建築家がこの2人のアート、まあ、生きているあのタレルとデ・マリアのためにこの空間を作り、りアーティストもそれに対してこの空間でしかできない作品を作っていくっていう形で生きているアーティストと建築家が一緒にあの んけんが,くがくのディスカッションをしながら作った作品で、まあ、特にその余談ですけどこのアーティストの2人はあの相当仲がよろしくない感じなのであのかなり大変だったんですけどこういう、まあ、なかなか難しい環境の中で作っていくっていうことが、まあ、傑作につながっていくんだなっていうのを、まあ、ポジティブに捉えながらあの今も活動してますでその後に島を、えー、と直島からあの展開していってこれは犬島になりますね当時の犬島で1999年,9年 1909年にえっと銅の精錬所ができて10年間だけ稼働してその後80年90年あの廃墟になっていた精錬所を我々購入をしてこれ美術館にしましたこういうような形で三分市広さんの建築と柳さんのアートでこれはまあ特筆すべきはこの電気エネルギー一切使わないで自然エネルギーで煙突効果で空気を循環させて夏は涼しいし冬は暖かいし。 でそれだけじゃなくて、ミュージアムショップっていろいろ買えるショップがあるんですけどそこにあのフルーツジュースなんかも売っていてで皆さんがここにいっぱい来てトイレにいっぱい行っていただけるとそのトイレのあれがですね肥料になりその肥料で果物を育てその果物でジュースを作って皆さんが飲んで。 でまたいっぱい来てまたいっぱいトイレに来てもらえるといっぱいジュースができるのであのぜひそういう循環社会を今目指しているのであのいっぱい皆さんに来ていただければなと思っています。でその後にまに瀬島先ほど瀬島さんの話も出ましたけれども瀬島さんの方でその精霊の犬島でもこういうような形で家プロジェクトっていうのを今展開して進めていってます。で、えっと、他のコンセプトでいうと年をと重ねれば重なるほど幸せにというコンセプトをやっていて、まあ、我々、まあ、地域の少し あの高齢者が多いコミュニティで活動しているのでどうしてもやっぱり年齢を重ねると身体的な制約っていうのはどうしても出てきてしまうんですけれどもやっぱりそれでもやっぱり今日より明日、まあ、今年よりも来年という形でよりいいあの精神的には少なくとも幸せなコミュニティを築いていきたいなっていうふうに思いながら活動していてこちらはその一個の例として「ILOVEYOU」っていうか「YOU」はお湯ですね。 これはあの銭湯ですね大竹さんが作った銭湯で地元の人がやっぱり銭湯が欲しい集まるところが欲しいということでこういうふうな形であの作って、まあ、島民とかあとお客さんが交流できる、まあ、本当に肌から現代アートを吸収すするようなな作品になってますで今実際にはあの我々が作りましたけど運営は地元の観光協会の方が手伝ってくれていて。 あとはこういうふうな形で作品が増えていくとやっぱりがツアーガイドが欲しいっていうあの要望が多いんですけれどもこれ結構地元の高齢者の方が手伝ってくれているので皆さん本当にま新しいやりがいができたということを言っていただけるので本当に嬉しい限りですね。で2010年にえと満を持して瀬戸内国際芸術祭っていうのを開催をしました。で、まあ、いろんなトピックスがあったんですけどもこれはその瀬戸内国際芸術祭を開催して小木島っていう島に やっぱり住民が、まあ、移住してくる人が増えてで学校が休校していたんですけども再開をしたとで当時ちょっと人数があれなんですけど6人7人ぐらいがあの子供が来たので学校を再開してでただその移住してきた人がシドニーからとかですねあのアメリカから来た人もいて67人中 多分2人ぐらいが外国人だったので急にインターナショナルスクールみたいな形にあの学校の先生も結構大変だったっていう話があったんですけどもそういうような形で結構コミュニティに対して大きな影響を与え始めているようなプロジェクトです。こちら小指隊ですね、えー、と非常に助かっていて毎回数千人のボランティアがもうほぼ47都道府県とさまざまな国からボランティアとして集まってきていただいてます。 でその後えっと第1回の瀬戸内国際芸術祭の最後の方に手島美術館というのを開館をして非常に美しい美術館です。でえっと美術館だけではなくその美術館の周りの棚田も住民の人と一緒に再生をしていきながら、まあ、コミュニティと一緒にあの共同で、えー、いい。 プロジェクトをやってていいいきまましょうというと形で今進めていますこれはもう島キッチンっていうまあまあ、まさにレストランなんですキッチンみたいな形でここで地元のおばちゃんが働いてご飯を作っていただいたりとかしてます。でこれはですねボルタンスキーもう亡くなっちゃったんですけど心臓音のンアーカイブって言って皆さんのこれ心臓音をここで録音してずっと保管していつでも誰でも聞ける状態なのでよく本当によくある話がその未亡人とかがですね 亡くなられたご主人の心臓音を聞きに結構フランスとかから来られて涙を流されたりとかするケースもあるので今日ここにいらっしゃる皆さんまだご存命なのであの生きてる間にぜひあの来ていただいて皆さんのお孫さんとか息子さん、うん、娘さんに聞かせていただければと思います。であとこれがですね結構あの今までのプロジェクトとだいぶ違って我々にとって結構重要なプロジェクトで。 えと直島の海の駅でフェリーが着くところのターミナルですねこれ何が一番違うかというとこれ公共建築なんですね。でこれはやっぱり町とか行政がその公共建築に対して効率性とか、えー、あとは便利利便性とか短期のコストということだけではなくてそのクリエイティビティの重要性であったりとか芸術の重要性っていうのを本当に信じてくれてあのリスクを取ってあの取り組んでくれたプロジェクトになります。 これがスタートになってこれもえと直島ホールっていうこれあの町のホールですねこれもサンブイチさんがえと設計をしていてウォールペーパーっていう国際的なアウォードも取っています。でまあ,あとは我々どういう形で今あの心がけながら活動しているかっていうとまあこれラテン語の「ゆっくり急げ」みたいなあのことわざがありまあどういうことかっていうとまあいいことをなそうとするとやっぱりゆっくり進んだ方がいいんじゃないか。かつ ゆっっくりり歩きすぎるとやっぱりことやぱこも成立しない,というその2つの意味を同時に持っている言葉ですけれどもこれどういうことかというとやっぱり今先ほど宮田さんの話からもありましたけれども相当社会が急速に動いていてこれだけ急速に動いていく中で本当に我々効率性やスピードを重視していくことが人間の豊かさにつながっていくのかどうかに対して問題を提起をしているのが我々の活動なのかなというふうに思っていてこれを見ていただくと。 これ何かっていうと各テクノロジーが5,000万人のユーザーを獲得するまでの時間でパソコン14年でインターネット7年でチャット GPT も2か月なのでこれはこれですごく素晴らしいことだと思いますテクノロジーが世の中を前に進めていくっていう点で非常にいいのかなというふうに思うんですけれども我々はどちらかというとそういう効率性とかスピードとは対極にあるところにひょっとしたら人間の美しさを見出すポイントがあったりであるとか。 みやみがあるんじゃないかということでそこにフォーカスをしていきながら人類にとって新しい次の世代につながるようなカルチャーを作っていきたいなっていうふうに思っているのと、まあ、そういう非効率性とかあのあのロースピードのところから新しい価値が生まれていくっていうのは、まあ、過去の日本の伝統文化とかでもやっぱり結構あってまあ,あの歌舞伎とか文楽とかあと相撲とかもそうですねなんか塩をまいたり見合ったりっていうので、まあ、試合時間より見合ってる時間の方が相撲の場に長いんで、まあ、ああいう ああいうところもやっぱりあの人間らしさっていうところがあると思うので我々の活動としてはそういう、まあ、ゆっっくりりよううな形で活動を進めているっていいるところがありますで例えばもう作品とかもそうですねこれも杉本さんの「ガラスの茶室」もそうなんですけれどもお茶もやっぱりそういうところがあってただお茶を飲むだけなのにとんでもない数のルールがあると思うんですけどそういうところにやっぱり数百年続いていくような要素もあるっていう形です。 これはオープニング、これ僕は参加してなかったんですがこれはですねな、えー、なんかサウナみたいになってますすねねであとはこういうさっきの手島美術館の作品ですけどもこれはまあ地面から水がゆっくり出てくるんですけれどもこれ朝一はこういう水滴になっていて夕方ぐらいになるとこの水滴が集まってあの水たまりになるという作品なんでそういうまあスピード感で我々は活動をしております。 であとはそのスピード感のところだけではなくて、まあ非常にまあ、一個これ直島の桟橋なんですけれども我々も重要なあの要素だなと思っているのがある程度の隔離性は芸術文化を作っていく上では大事だなというふうに思っていて隔離性っていうのもしばらく隔離されてるんですけど物理的に実は昔直島にですね橋を架けるっていう話があってで実際かからなかったんですけれどもこれかかっていたらおそらく今の現状の直島の独自の。 あのあのカルチャーとか文化っていうのは醸成されなかったんじゃないかっていう形で我々は思っているのでまあ、えー、とよかったな、まあ、これは要は隔離されてるがゆえにこれ「直しも女文楽」っていうのがあったりこれも日本で唯一の女文楽ですねでもう女性だけでこれ演劇をするんですけれどもやっぱりそういう離れているがゆえに不必要な圧力とかプレッシャーっていうのはないので独自の文化が醸成されていくんだろうなというふうに思っています。ど、まあ、どういうういいいことととををやっててるのかっていうともう突き詰めていくと先ほど話をした 今の現代社会に対して問題提起をし、まあ、こういうふうな角度で物事を見るとより豊かな社会になるんじゃないのかっていう可能性をどんどん、えー、と継ぎ足していけたらいいなっていうふうに思っていますでそういう意味で言うと、まあ、この「父、えー、美術館の問題」の絵ですけども我々は社会に対して、まあ、色をどんどん継ぎ足しているようなそういうような活動かなっていうふうに思っているので色が増えれば増えるほど鮮やかな絵が描けるようになる可能性が高いのと同じ。で あとははその色だけででなくて言語ですねこれは粘土の「レインボトル」という作品ですけれどもあのこれ何かというと,レ、えー、と雨って英語で言うとレインですね一個だけですね。ただ日本人的に言うとこの雨っていうのはもうさみだれとかしぐれとかもうい,ろい,ろんないろんな本当にあの表現方法があってその表現方法があればあるほど一つの雨を見たときにさまざまなあの感受性で あの雨を受け止めることができるっていうのでやっぱりその色が多かったり言葉が多いっていうのは非常に人間にとって感受性を豊かにするポイントだと思うのでまあ皆さん日本人なのでぜひ自信を持っていただければなというふうに思います。